東北地方太平洋沖地震は2011年3月11日14時46分18.1秒に日本の三陸沖の太平洋を震源として発生した超巨大地震である。地震の規模はマグニチュード9.0から9.1で日本の観測史上最大規模だった。また宮城県栗原市で最大震度7が観測された。気象庁により 震度7が記録されたのは、1995年の兵庫県南部地震、2004年の新潟県中越地震以来、観測史上3回目である。この地震による災害を総称して、東日本大震災と呼ばれる。本震の地震動とそれに伴う津波、及びその後の余震は、東北から関東にかけての東日本一帯に、甚大な被害をもたらした。 18,425人の死者、行方不明者を出し、災害関連死を含めると契約2万2,000人となっており、日本における第二次世界大戦後最悪の自然災害と言われている。また、国際原子力事象評価尺度で最も深刻なレベル7と評価された福島第一原子力発電所事故も合わせて発生した。 アメリカ合衆国のマサチューセッツ州のウェストンテン問題で記録された東北地方太平洋沖地震この地震は2011年3月11日14時46分18.1秒オシカ半島の東南東約1 3 0キロメートルの太平洋の海底深さ約 24km を震源として発生した太平洋プレートと北アメリカプレートの境界域における 海溝型地震で、震源域は、岩手県沖から、茨城県沖にかけての南北約 500km、東西約 200km、およそ10万平方キロの広範囲にわたった。地震の規模を示すマグニチュードは、MW9.0 から9.1で、対象関東地震の MJ7.9、MW8.2 を上回る日本、観測史上最大であるとともに、 世界でもスマトラ島沖地震以来の規模で、1900年以降でも4番目に大きな長距離大地震であった。地震によって大規模な津波が発生した。最大で海岸から6キロメートル内陸まで浸水、岩手県三陸南部、宮城県、福島県浜通り北部では、津波の高さが8から9メートルに達し、明治三陸地震の津波を上回る。 最大素上高40.1メートルを記録するなど、震源域に近い東北地方の太平洋岸では、その急峻な地形も、相まって、高い津波が甚大な被害をもたらした。津波は、関東地方の太平洋岸でも、被害をもたらしたほか、関太平洋地域を中心に、世界の海岸に達した。また、宮城県北部で、最大震度7、岩手県から、 千葉県にかけて、震度6弱以上を観測するなど広範囲で強い揺れとなり、関東地方の埋め立て地で大規模な液状化現象が発生した。一方、東北太平洋岸では地盤沈下により、浸水被害が長期的に続いている。余震も過去例にないペースで発生した上、通常の余震域外でも地震活動が活発化している。津波、液状化。 建造物倒壊など、東北の岩手県、宮城県、福島県の3県、関東の茨城県、千葉県の2県を中心とした被害は大きく、この地震による死者、行方不明者契約18,500人の大半は、東北の3県が占めた。また、発電施設被害による大規模停電や一連の震災により、日本全国及び世界に、 経済的な二次被害がもたらされた。一方、地震と津波を要因とする人災により福島第一原子力発電所事故が発生し、10万人を超える被災者が屋内退避や警戒区域外への避難を余儀なくされた。警戒区域外でも放射性物質漏れによる汚染が起きているほか、日本の原子力発電所の再稼働問題、電力危機なども発生した。 本地震の特徴として、いくつかが挙げられる。地震が発生した3月11日、気象庁はこの地震の現象を、平成23年東北地方太平洋沖地震と命名した。英文による名称としてなどがある。地震発生後、しばらくの間は各メディアや組織、団体において、震災としての名称は統一されておらず、東日本大震災や、 東北関東大震災などの故障が用いられていたが、日本政府は2011年4月1日の持ち回り閣議で、この地震による災害及びこれに伴う原子力発電所事故による災害を東日本大震災とすることを了解、発表し、それ以降は各メディアでの故障も東日本大震災に収束した。なお、気象庁は地震現象の名称と、 地震災害の名称との違いに注意を喚起している。その後、略称として月日より取られた3.11という記述もメディアではしばしば見られる。なお、3.11は2011年新後流行語対象トップ1に選出された。3月11日14時46分に発生した、本心の CMT 会議象庁や、 防災科学技術研究所などによると、この地震の要素は以下の通り。なお、発生時刻や震源は基地の地下構造モデルによって算出された理論上の精密値であり、実際の要素と多少のズレが生じている可能性がある。この地震により、震度6弱以上を観測した地域は以下の通り。 3月30日と6月23日に一部の震度データが修正されている。この地震では発生から約3分後の震度速報で震度7が発表された。速報の段階で震度7が発表されたのはこの地震が初めてである。ちなみにこの地震における計測震度6.67は観測当時史上最大のものである。また仙台市で 震度6強を観測したが、政令指定都市で、震度6弱以上の揺れを観測したのは2005年の福岡県西方沖地震以来6年ぶりである。本震における、日本各地、地域ごとの震度分布図本震における、気象庁の観測点の震度分布図宮城県栗原市で、最大震度7を観測し、激しい揺れは2分間続いた。 震度7を観測したのは2004年の新潟県中越地震以来7年ぶり観測史上3回目仙台では震度6強を観測したこの他にも宮城県福島県茨城県栃木県の一部で震度6強を観測するなど震源域が広かったことから共震が広範囲に渡った東京都内でも震度5強や5弱の強い揺れに見舞われた 関東地方において、震度6弱以上の揺れを観測したのは、火山性地震を除けば、関東大震災以来88年ぶりである。また、気象庁の推薦震度分布図によると、福島県岩き市で、局地的に、震度7相当の揺れがあったほか、防災科学技術研究所の共振観測網によると、栃木県羽賀町にある観測点で震度7相当の、 揺れを観測していたことも分かっている。ただ自然車は、震度計による観測ではなく、校舎も気象庁の震度を発表対象の震度計に、含まれなかったため、いずれも、観測点の震度には反映されていない。この他に、北海道、東海、甲信越などの一部地域で震度4、近畿でも、震度3を観測した。遠く、鹿児島市でも、 震度1を観測しており、震源から1 3 0 0トル以上離れていることから、地震波は S 波だけでも5分以上かけて到達している。東京大学地震研究所の解析によると、本震の揺れは東日本全体で約6分間続いた。日本で震度1以上の体に感じる揺れがなかったのは、山口県、宮崎県、沖縄県の全域と兵庫県。 広島県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県の一部地域のみ、長野市松代町の気象庁精密地震観測室は、地震発生から2時間半おきに、この地震によると見られる5回の表面波を確認。地震波は、時速1万4千キロメートルで、地球上を5周したと見られる。日本付近のプレートの分布を呼び、 本震震源域、余震域の分布とメカニズム、日本観測史上最大の規模気象庁は当初、マグニチュードを気象庁マグニチュードで7.9と速報値を発表したが、16時に8.4という暫定値を発表した。その後、新たに、モーメントマグニチュードで17時30分に8.8と発表し、1900年以降で最大だった1933年、 昭和三陸地震の MW8.4 や1963年、エトロフ島沖地震の MW8.5 を上回って、日本の近代地震観測史上最大となった。さらに、3月13日には、外国の安定した音チ波形データと50分間の観測データを用いて9.0と発表した。通常、日本の地震で使用されるマグニチュードは、 気象庁マグニチュードと呼ばれるもので発表された M7.9、8.4は気象庁マグニチュードの値であったが M8.8、9.0はモーメントマグニチュードの値であった。M9.0 は大正関東地震の約16倍、兵庫県南部地震の約1450倍のエネルギーに相当する。気象庁は 地震発生3分後に MJ7.9 と推定した時点ではマグニチュードの頭打ちが起こっているとは認識できず従来から想定されていた宮城県沖地震が発生したものと判断したしかし実際には地震があまりに巨大だったため地震発生から約1時間14分後に発表された暫定値の気象庁マグニチュード8.4でも正確な 規模の把握はできなかった。通常15分程度で算出できる、モーメントマグニチュードも、国内の交代域地震計がほぼ振り切れたため、対応できず、国外の地震波形データを用い m w 8 8と算出したのは、約54分ごと時間がかかった。しかし、気象庁松代地震観測所では、アメリカ地質調査所が運営する、 ライブインターネット地震サーバーなどのデータを解析し、地震から約10分後には M9 を算出していたが、この計算結果は警報に使用されなかった。また、アメリカ地質調査所は当初、モーメントマグニチュードを8.8と発表、地震発生から約34分後に8.9、約6時間後に9.0と速報値、同15日に確定値を発表し、1900年、 以降に、世界で発生した地震の中で4番目の規模と、発表した。海口型地震、広い震源域気象庁や、東京大学地震研究所などによると、この地震は、断層面が水平に対して重度と傾きが浅く、西北西東南東方向に圧縮される、定角逆断層型のズレであった。水平方向の変異量が大きく、 東北地方の太平洋沖地域に特徴的なタイプの海溝型地震である。断層の破壊が始まった。震源地は三陸沖だが、最終的に断層が破壊した。震源域は日本海溝下のプレート境界面に沿って南北に長く岩手県沖から茨城県沖までの南北約 500km、東西約 200km。 深さ約 5km40km の範囲で、合計約10万平方 km の広範囲に及ぶ。一方、スマトラ島沖地震では破壊域が、長さ 1000km を超えたが、東北地方太平洋沖地震ではわずか 500km の破壊域で、M 9を発生させていて、これは、宮城県沖の新大付近での変異量が、極めて大きかったことを意味している。 気象庁は地震発生後、この地震は単一ではなく、三つの地震が連動したものと解析した。会見で、同庁地震予知情報課の課長は、5分前後かけて連続して発生するという複雑な起こり方をしている。極めて稀で、気象庁の観測で初めての経験と述べた。文部科学省の地震調査委員会は13日に臨時会を開き、 破壊断層は南北に 400km、東西に 200km の広範囲で、少なくとも4つの震源領域で3つの地震が連動発生したと述べた。東京大学地震研究所は、大きな断層破壊が、1、宮城県沖、2、宮城県のさらに沖合、3、茨城県北部沖の陸に近い部分の順に起こったと説明している。このうち、 第2の断層破壊で非常に大きな地殻変動が起きており、最大滑り量は30メートル超あるいは60メートルと推定されていたが、最終的にこの滑り量は平均で62メートルと計算された。この最大滑り量は2004年スマトラ島、沖地震など、世界の他の超巨大地震よりも大きく世界最大のものである。域の中で、 強い地震波を放出した点は大きく震源の東側付近と茨城県沖の二つに分かれており、連動型地震特有の長く複雑な破壊過程を経た。震源域が広いため広範囲で揺れを観測し、プレート境界深部が破壊したため震源域近部では強震となった。また、プレート境界やサベが二度にわたって破壊したことで二つのピークを持つ大津波を生じた。 地震波の解析により、プレート境界の海溝側の浅い部分と陸地側の深い部分で往復する形で破壊が進行したことが判明し、2011年5月20日付のサイエンスに発表された。海溝側の浅い部分の破壊は津波地震の特徴でもあり、これにより津波が巨大化した可能性も指摘されている。発生から3秒間は浅い海港側で、 3月9日に発生した M7.3 の前進よりも小さい、緩やかな初期破壊。40秒かけて深部に破壊が伝播し、短周期の地震波により、陸上の激しい揺れをもたらす。続いて、発生60から75秒後にかけて浅い、海溝付近でダイナミックオーバーシュートにより、長周期の地震波と大規模な津波を発生。その後、 再び深部へ破壊が伝播し、発生90秒後にかけて、短周期の地震波により、再度陸上の激しい揺れをもたらす。大きな破壊は100秒後までに止む。この蓄積された歪みを超える滑りである、ダイナミックオーバーシュートによる強大な津波の発生メカニズムが明らかとなり、1896年の明治三陸地震津波は、 海溝側の浅部の滑りにより強大な津波が発生したものと理解される。また、海底活断層や約100万年前に日本海溝から北米プレート下に沈み込んだ海山が関与している可能性も指摘されている。この地域のプレート境界は元来摩擦が少なく固着しにくいとされ、M 級規模の超巨大地震が発生した原因はこれまで不明となっていたが、 この改ざんが止め金として働いていた可能性があるという。小山らは本地震が従来連動型地震の起こりにくいとされてきた比較的広角の沈み込み帯である日本海溝で発生したこと、三陸沖中部から茨城県沖の陸側の震源域の連動に加えて海溝よりまで震源域となり二重の地震セグメント帯であったことなどから シングルセグメンテーションと推定される1707年、宝永地震や1960年地理地震などとは異なる発生過程をたどったと考えた。従来定格で地理型の沈み込みいに分類されていた南海トラフや地理海溝南部は地震前には明確な地震空白域を形成しているが、本地震の発生した日本海溝では明確な空白域は見られない。 あるいはダブルセグメンテーションと推定される、本地震や1964年アラスカ地震などでは、狭い範囲に超大滑り域が存在するなどの特徴が見られ、超巨大地震にも多様性があることが示された。宮城県栗原市月立てにおける、本震時の震度波形。揺れ始めてから30秒後に一つ目のピーク、さらに50秒後に二つ目のピークがある。 震度4以上の揺れが約3分間続いた。東京都千代田区大手町における本震寺の震度波形。揺れ始めてから100秒後に最大に達した。震度4以上の揺れが約2分間続いた。本自身の本震による揺れの特徴として、広範囲で強い揺れに見舞われたこと、揺れの継続時間が長かったこと。 長周期地震動が広範囲で長時間発生したこと、短周期の揺れが主体で、家屋被害は比較的起きにくかったことが挙げられる。本震では地震動の発生源である断層の破壊が複雑な過程で約150秒間も続いた。この中には、1、宮城県沖3カ所、2、宮城県のさらに沖合、3、福島県沖3カ所、4、茨城県北部沖、 五、5茨城県中部沖での、計五回の大きな断層破壊が含まれており、各地の地震波形に、それが現れている。地震波は、秒速3から7キロメートルという限りある速度で、電波するため、異なる場所で発生した、地震波が、時間差で到達し、破壊継続時間以上の長さで、強い振動が継続した。後日の詳細な震源過程解析によれば、 例えば、のつわつしは、スプがモデルを導入し、発信からの約150秒間を急のサブイベントに分けることで、地震波形を精度よく再現できるとしている。14時46分、43.5S1 から1、破壊開始、1978年、宮城県沖地震のスーパーアースペリティの再活動14時46分、 46.9S1 から24時47分、33.4S1 から34時47分、26.3S24 時47分、57.1S、3から114、48.04、4。s 三から十四時十八分、15.0S、三から三十四時十八分、五点八 s 十四時十八分、 30.9S5、青森県から神奈川県にかけての各地で、震度4以上の揺れの継続時間が、軒並み2分を超え、特に崩壊範囲の中間に位置する福島県、岩き市で3分10秒に達するなどした。また、地震動を感じ始めてから、最大の震動を記録するまでの時間が長く、宮城県仙台市では、約30秒後、茨城県日立市では、 約70秒経過後であった。仙台市や塩釜市でも3分程度揺れが継続し、数十秒間だった1995年、兵庫県南部地震や1978年、宮城県沖地震と比べて、非常に長かった。また、日本全国で長周期主体の地震動を観測した。変容等スペクトル波形では、周期七秒付近に変四十から五十。 センチメートルのピークがあり、7秒前後の固有振動周期を持つ建物の揺れが大きかったと分析されている。また高層建築物の高層階で、片振幅最大30から60センチメートル程度の変異が観測された。それでも、M 級という地震の規模の割には長周期の揺れは小さかった。岩手、宮城、福島、茨城。 栃木の各県で観測された本心の地震波の波形を、速度応答スペクトル解析した結果によると、極端周期地震動、短周期地震動に当たる、周期0.1から1秒の範囲で最も大きな、揺れが見られる地点が多く、それより長い周期では、相対的に揺れは小さかった。宮城県栗原市月立、塩釜市、茨城県日立市では、キラーパルスに当たる。 周期1から2秒では100回であり、木造家屋の倒壊被害が目立った1995年の兵庫県南部地震における200から300回に比べて小さく、家屋被害は起きにくい揺れだったと考えられる。震度7を観測した栗原市においても、全半壊した建物は47棟で、死者は0人だった。一方で、家屋被害は、 宮城県と福島県を中心に、茨城県にまで及んだ。震源域の中間に位置する福島県では、震源に近い浜通りだけではなく、内陸の中通り地方でも、土砂の崩壊や、家屋損壊が目立ち、矢吹町では30%の家屋が全半壊し、郡山市でも2万棟の家屋が全半壊するなど、他県の内陸市町村に比べて特に被害が集中した。 この地震の震源となった三陸沖はフォッサマグナより東側の日本を乗せている北アメリカプレートに対して太平洋の広範囲を乗せている太平洋プレートが年間約8センチメートルの速さで東南東から押し寄せ青森県から千葉県にかけての沖合にある日本海溝を境にして東北地方、関東地方の下に沈み込んでいる 太平洋プレートが沈み込んでいる。この付近には M7 を超えるような海溝型地震の震源域が多数存在しており、本地震発生前の段階で地震調査委員会ではこの地域を以下の8つの領域に区切って、その発生感覚や確率を評価していた。三陸沖暴走沖の海溝型地震、想定震源域このうち、 宮城県沖地震の領域は30年以内に M7.4 前後の地震が99%で発生するという評価がなされていた上、平成17年の地震によってそのアスペリティの一部が破壊された。つまり、宮城県沖地震は平成17年に部分的に再来したと考えられ、残りの2つのアスペリティは近いうちに破壊されて地震を起こすと考えられていた。 断層の破壊が最初に始まった、三陸沖南部海溝よりやその海溝側にあたる、三陸沖から、房総沖の海溝よりの中部で20メートルを超える、非常に大きな断層運動が発生したのをはじめ、この地震の南北500キロメートル、東西200キロメートルに及ぶ、震源域は、三陸沖中部、宮城県沖、福島県沖、茨城県沖の、 経営6つの領域に及んでいた。破壊は、オシカ半島沖の震源から南北へ、連鎖的に進んでいったが、北米プレートの下に沈み込んだ、フィリピン海プレートの北東端が、近く破壊の南下を食い止め、暴走沖の北隣の、茨城県沖で止まった。また、北側では1994年、三陸遥沖地震あるいは1968年、 十カチ沖地震の震源域南端付近で止まっている。このような広い震源域を持つ M9 の巨大地震は従来想定されていなかった。過去に日本海溝地域にあった地震の推定震源域の比較この地震の震源域は869年に宮城から福島にかけての太平洋沖で発生した M8.4 の上岸地震の推定震源域と 類似しており、地震発生直後より、この災害である、可能性が指摘された。上岸地震は、以前より、文献記録によって知られていたものの、2000年代になって津波堆積物の調査によって、石巻、東松島で海岸から3キロメートル内陸まで、遡上、仙台で、道2キロメートル名取、岩沼で道4キロメートル渡り、山本で、 同 2km と大規模な津波を伴う巨大地震であったことが明らかになった。堆積物の広域調査から同様の巨大地震は、紀元前390年頃、430年頃、上岸11年、1500年頃と過去4回発生しており、再来間隔は450から800年程度と推定する報告があった。また、 東北学院大学の地質調査により、約2000年前の弥生時代にも津波が発生しており、本地震で発生した津波浸水域と同程度の浸水域が仙台平野では発生していた可能性があることが地震後報道された。これらのことから、東北地方太平洋沖地震発生後に、海港型地震の長期評価見直しを進めた政府の 地震調査委員会は2011年11月24日、津波堆積物の調査結果を反映して、紀元前4から3世紀頃、4から5世紀頃、869年の上岸地震、15世紀頃、今回の地震、合わせて、都合5回、三陸から暴走にかけて、約600年周期で、海溝型地震が発生していると認定し、 次回の地震規模は M8.3 から9.0としている。なお、869年上岸地震は日本海高深部、1896年明治、三陸地震は日本海溝浅部のお互い隣接する細長い震源領域の地震と考えられており、本地震は上岸地震と明治三陸地震が同時発生したと見る研究者もいる。 2011年4月13日、東北大学の東地震の緊急報告会で、東北アジア研究センター教授の日ューガワシンは、江戸時代に整備された宿場町が、今回の地震で津波被害を受けていないことを指摘。慶長16年に発生した慶長三陸地震では、東地震と同等規模の津波浸水域が発生したとされ、その経験をもとに、宿場、 街道などが整備された明治時代以降の土地利用で津波経験の記憶を喪失したとの報告を行った。また、同報告会では上岸地震で発生した津波よりも本地震で発生した津波の方が大規模だったとの報告も行われている。石橋勝彦は日本三大実録の記録をもとに今回の地震が上岸地震より大規模なもので 震源域が南に伸びていたかもしれないと推定している。理由は、上岸地震では、京都や関東の地震記事がないというものである。岩手県大津地町では、岩手県や大津地町の調査により、本地震による津波の浸水範囲は、明治三陸地震による津波の浸水範囲と、ほぼ同程度だったことが判明している。同年5月15日に、 これが発表されるまで町側は津波の規模や被害を想定外としていたが、実際には本地震から過去115年前にも同規模の津波が襲来したことが明らかになり、改めて三陸沿岸一帯が津波上昇地帯であることが浮き彫りになった。東北地方太平洋沖地震では地震予知は成功せず、巨大地震の発生前に起こるとされている。 プレスリップも観測されなかった。地震学会で確立されていると考えられていた地震の規模、発生域と発生間隔を予測する確率論的な長期予知においても、この地震のように東北地方太平洋沖の広範囲が破壊して MW9.0 に達するような巨大地震は予見されておらず、全校の地震調査委員会の発生評価にもなかったことから、 想定外の事態であった。ただ、このような地震を予見し得る手がかりはいくつかあった。比較沈み込み学の、日本海溝は沈み込む太平洋プレートが古いため、超巨大地震は発生しないという定説に対して、古い海洋プレートが沈み込んでいる地域で起きた2004年、スマトラ島沖地震によって疑問が提起されていた。また2000年代に、 日本の地震学会での支持が広がっていたアスペリティモデルに対しても矛盾が指摘されていて地震の活動度に地域差がある東北沖では地震の少ない地域では非受震性の滑りが歪みを解消しているという説を見直す動きもあったまた2000年代後半以降地質調査により仙台平野内陸などでほとんど知られていなかった巨大地震の津波の痕跡が 次々と明らかになっていて、これらの知見を確率論的地震予知に反映しようとする動きが始まっていた。しかし、2011年3月11日時点では、超巨大地震発生の想定にはまだ至っていなかった。こうした経緯から、地震後は従来の説を見直す動きや様々な方法で地震予知をしようとする動きが活発化している。 また、地震の発生想定の拡充を求める意見や、確率が低いから地震は来ないといった、楽観論を生みやすい、確率論的な地震予知に対する批判、反省を行う向きがあり、予知よりも、減災、防災に力を入れるべきとする見解を表明する、地震学者もいる。事後の検証において、1976年から2011年までの期間に、 本心震源域で発生した MW5.0 以上の地震と潮積力の関係を調査したところ、1976年からの約25年間は相関関係がなかった。しかし、2000年頃から次第に相関関係が現れ、本心の発生直前では明瞭な傾向が出現し、断層にかかる力が最大になる時間帯に地震が多く発生していた。 特に、前進とされる3月9日11時45分、M7.3 の震源と本震の破壊開始点の間の領域付近には強い相関が現れていたが、本震以降は、超積力との関係は見られなくなった。長期的な静音化と短期的な静音化の複数の静音化現象が生じていたことが、複数の研究者により報告されている。この静音化の後、 工術の前進活動が始まった。3月9日11時45分に、本心震源の約 50km 北東にあたる、北緯38度19.7分、東経143度16.7分、深さ 8km の三陸沖を震源とする、MW7.3、宮城県栗原市、富士市、三里町で、 最大震度5弱を観測する地震が発生し、青森県から福島県にかけての太平洋沿岸に津波注意報が発表され、大船渡市で0.6メートルの津波を観測した。また、翌3月10日6時23分にはその近くで M6.8、最大震度4の当時最大余震と考えられていた地震が発生するなど、3月11日の巨大地震。 当日にかけて、震度1以上を観測する余震が発生していた。気象庁は、これが、前震だった可能性があるとしている。また、2011年2月13日から、3月9日の、地震とほぼ、同じ場所で、M5.5 を最大とする、M5 クラスの地震がまとまって発生していた。これより約1ヶ月前の2月中旬以降、3月11日の、 本震の破壊開始点北側で2度の短期的スロースリップイベントが発生し3月11日の本震の破壊開始点に向かう微小地震の震源移動が続いていた1度目は2月中旬から2月末にかけて2度目は3月9日の M7.3 の地震の発生後でこれらのスロースリップにより モーメントマグニチュード7.1に相当する地震エネルギーが解放されたと考えられる。この短期的スロースリップが巨大地震の発生を促進した可能性が指摘されている。一方、3月11日の本震の破壊開始点西側の領域では約10年前の2002年頃から長期的スロースリップが生じており、 この長期的スロースリップが2011年の地震の発生を早めた可能性があるとする研究がある。地震学において前身では地震の規模と回数の関係式における係数 B 値が通常の1よりも小さな値となり地震の規模に比して小さな余震が少ないことが知られている。この3月9日の地震では B 値が約0.47と 通常の日本海溝付近における0.8に比べて、顕著に小さく、前進の可能性が高い有力な根拠の一つとされているほか、日本海溝地域で1960年代から2011年まで、ビーチが減少し続けていたことが明らかとなった。ただし、3月11日の本震と震源域が重複せず隣接していることから、 全身ではなく9日の地震により11日の地震が誘発された可能性を指摘する研究者もいる。北海道大学教授の日置幸介によるジオネットの公開データを用いた調査では、地上局と GPS 局を結ぶ経路がちょうど、震源域上空の電離層における最大電子密度高度約 300km と、 交差するツボネにおいて、電離層前電子数の変化を推定した結果、電子密度の増大が地震発生の約40分前から発生しており、これを地図面に投影すると20分前から地域の特定ができることがわかり、1994年、北海道東方沖地震や2010年チリ地震でも確認されたことから、巨大地震の直前予知には、 有望な手法だとしている。また、電気通信大学名誉教授の早川誠氏は、アメリカワシントン州、ジム、クリークの町長派局、NLK が 250kW で創出している2 4 8キロヘルツビーコンの、東京調布での夜間継続観測において、地震発生約5日前の3月5日と3月6日、電離層に振幅が小さくなる異常があったとしている。 プレートの相対的平均速度から期待される相対変異量から実際の相対変異量を引いた値が滑り欠損と呼ばれるが宮城県沖ではこの滑り欠損が蓄積し続けていたと考えられる。つまり歪みの蓄積量に対し地震による放出量が不足し放出されない歪みが蓄積され続けていた。 実際の観測データで見ると2003年と2005年に相次いで宮城県沖地震が発生したが2003年と2005年の放出量は1978年より少なく一部の研究者は注視していた。また、開口軸付近で約50メートルの最大滑り量を観測しているが松沢はプレート間の相対滑り込み速度は 年間8センチメートル程度であることを考えると、約600年分の滑り欠損が1回の地震で解消されたことになるとしている。余震の多発余震活動は、極めて活発で、本震から1時間足らずの間に M7 以上の強い地震が立て続けに3回発生した。このうち、本震30分後の15時15分には、茨城県沖を震源とする。 M7.6 の最大余震が発生し、茨城県鉾田市あたりまで、震度6強を観測した。本震の直後、東北大学地震、噴火予知研究観測センターが設置していた、地震計の3割が破壊されたり、通信回線が途絶したりするなどしてセンターは、余震の観測データを受け取れなくなり、気象庁が発する地震情報や緊急地震速報に、 死傷が生じる事態となった。一連の余震は岩手県沖から茨城県沖までの幅約 200km、長さ約 500km の範囲を震源としている。3月中に M5 以上の余震は479回、震度1以上の余震は3016回発生した。2021年3月6日までに観測されたものでは、 M5 以上が990回、M6 以上が135回、M7 以上が11回、最大震度4以上のものは429回、最大震度1以上のものは14,710回、あった。M5 以上の余震の回数は、日本観測史上最大であった1994年、北海道東方沖地震の4の5倍の記録的な、 ペースで推移しており、2004年スマトラ島沖地震や2010年チリ地震の余震活動と比べても活発である。特に、福島県浜通りから茨城県北部にかけては、4月11日の地震を最大として活発な地震活動が見られ、M3 以上の地震は2012年8月まで2600回を超えた。また、発生数も去ることながら、 単独で被害をもたらすような大きな余震が時間を経てたびたび発生するのも本地震の特徴である。本震から1ヶ月近く経過した4月7日には宮城県沖を震源とする M7.2 最大震度6強の余震が発生し4人が死亡した。また4月11日には福島県浜通りを震源とする M7.0 最大震度6弱の余震が発生し4人が死亡した。本震から1年経過後も活発な余震活動が続き、2012年3月14日には、千葉県東方沖を震源とする M6.1、最大震度5強の余震が発生し1人が死亡した。2012年12月7日には、三陸沖を震源とする M7.3 最大震度5弱の余震が発生し、最大98センチメートルの津波を観測し3人が死亡した。2016年11月22日には、福島県沖を震源とする M7.4 最大震度5弱の余震が発生し、最大1.4メートルの津波を観測した。2021年2月13日には、 福島県沖を震源とする M7.3 最大震度6強の余震が発生し一人が死亡した。このほか2011年7月10日、2013年10月26日、2014年7月12日にも M7 以上の余震が発生している。気象庁は3月13日から4月21日にかけて、 M7.0 以上の地震が3日以内に発生する余震の発生確率を発表当初は70%と高かったが次第に低下していったその後4月28日には減少が見られることから発生確率の発表を行わなくなり今後も稀に大きな余震が起こることもあるとした一方同年4月時点で東京大学准教授の井出明は M7 レベルの地震は10回以上は起きる。当時東京大学地震研究所の大木聖子は、最大予震が1年後に発生することもあり得る、との指摘をしている。また、同年11月18日に、気象庁は、地震予知連絡会で、同月15日から12月14日までの1、過月間に本震域や周辺においては15%の、 確率で M7 以上の余震が発生するとの分析結果を報告した。これは発生した M5 以上の余震の傾向から得たもの。また余震は減少傾向にはあるものの3月11日以前の7倍の確率であり、大きな余震への警戒を要するとしている。2016年3月、政府の地震調査委員会の委員長、本蔵義盛は、 M8 を超えるような規模の余震が起きても、おかしくない。と述べた。余震の広域性一連の余震は、本震の震源域にあたる岩手県沖から、茨城県沖までの幅約200キロメートル、長さ約500キロメートルの範囲と、そこに隣接する、海口塾の東側を震源としている。多くは、本震と同種の、海口型地震であるが、 震源域西側の近くの浅いところでは内陸近くない地震、震源域西側の近くの深いところではスラブ内地震、海溝軸東側ではアウターライズ地震も発生している。特に日本海溝東側の海溝外遠流気体では本震による地殻変動の影響で余震が発生した場合に口述のようにより、 規模が大きくなる可能性が高まったことも指摘されている。この他、次節で述べるように震源域から数百キロメートルも離れたところで M6 以上の比較的大きな地震が多数発生しており、巨大地震による地殻変動の影響が考えられることもこの地震で特徴的とされる。その後に2021年2月16日、 気象庁は今後は本地震の震源域で発生した地震を余震と表現しないことを検討していると発表した。同年4月1日、それ以降は余震と表現しないことを決定した。その理由として、本地震前の発生頻度に近づいており、余震域での地震の回数が減少していること、10年以上が経過し本震の影響により発生したか、 どうかの判断が難しくなったことなどを挙げている。また、余震という表現では、大地震は起きないという印象を与えかねず、防災意識の低下を防止するためでもあるという。ただし、本地震の余震活動が終わっているわけではなく、震源域での1年あたりの地震活動は、本地震発生前よりも多い状況が続いている、ことから、 気象庁は引き続き注意するよう呼びかけている。この地震では、震源域から離れたところでも、被害地震が発生している。これらも、大きな視点では、一連の地震活動の中に、含まれると考えられており、震源域で発生する余震と区別して、誘発地震や、抗議の余震と呼ばれている。複数の専門家が、本地震によって、東日本を中心に、 地殻変動や、応力の変化が生じ、地震の発生が促進された地域があるとの見解を発表している。表面波による、動的誘発神奈川県箱根町の箱根火山地下、麻布では、本震の揺れが継続中であった14時49分から50分にかけて、M3.8 から4.2の地震が4回立て続けに発生し、 本震の地震動と重なって、局地的に最大で、震度6弱の揺れを観測したことが、神奈川県温泉地学研究所が独自に設置した、地震系の地震波解析で判明した。震源は、駒ヶ岳、大涌谷の深さ2から6キロメートル地点、M4 規模であったため強い揺れは0.5秒ほどで、あった。箱根の断層が、 本心の影響を受けやすい向きであったために、本心による長周期の地震動に誘発されたものと見られている。この地震は、箱根に本心の表面波が到達した頃から発生しており、本心の地震波に伴う地盤の動的、応力変化によって発生した動的な誘発地震と考えられている。また、 京都大学防災研究所の宮沢治美祈が行った気象庁や研究機関など日本各地約1500カ所の地震計のデータから本震や余震による直接の地震波を取り除く手法による解析では本震後約15分間に関東から伊豆諸島、四国、九州までの広い範囲で約80から100回以上 M5 未満の誘発地震が発生していたことが判明した。以前より活動が活発な日だや、期待図で顕著に増加した。さらに、誘発地震は、本震の震源域から南西方向に秒速3.1から3 3トルで広がっており、これは表面波の伝達速度と一致する。本震の LG 波、RG 波などの表面波により来、励まされ、 火山金棒、プレート境界付近、近年の規模の大きな地震が発生したあまり震域、などの地震が起きやすい地域で誘発されたと見られていて、動的誘発作用によるものと推察されている。動的誘発作用が広がっていく過程が確認されたのは初めてとされる。本震後の陸側プレート内部での誘発地震3月12日未明には、長野県北部で、 M6.7、最大震度6強の地震が発生し、引き続いて、震度6弱を観測する地震が2回発生するなど、長野県北部から新潟県中越地方で活発な地震活動が見られた。さらに15日夜には、静岡県東部で、M6.4、最大震度6強の地震が発生した。これらの地震は、内陸の活断層における地震であり、 気象庁は3月12日に太平洋沖での地震と直接関係はないが、地殻変動などにより誘発された可能性は否定できないと述べ、今後も震度6弱の余震が連続して起こる可能性があると注意を呼びかけた。この他には秋田県内陸北部、福島県浜通り、茨城県南部、長野県中部、栃木県北部でも、 震度5強以上の地震が発生している。気象庁精密地震観測室では、6月30日に長野県中部の地震が発生した震源域付近において、本地震後から震度1以上の有感地震の増加を観測しており、本地震による地殻変動が影響した可能性があるとの見解を示している。震源域の付近に位置本震後に発生確率が、 上がったとされた牛伏寺断層との関連については、震源の状況から別の断層によるものとみられるとの見解を示している。また、福島県藍津地方から山形県大玉地方にかけては、本震以降に群発地震が発生し、2011年5月7日の M4.6 を最大として2011年12月末までに体に感じない微小地震を含め、 一万六千0下を超える地震を観測している。本震後には東日本全体で地殻変動が観測されていることから、これらの地震は東日本内陸部の地殻に加わっていた応力が大きく変化したことが引き金になって発生したものと考えられている。このような地震は特殊な例ではなく、過去の開口型の大地震後にもあまり新域周辺及び震源域とは、 離れた場所で数年間にわたって誘発地震が発生したケースがある。本震後のプレート境界での誘発地震関東地方、港沖では北アメリカプレートと太平洋プレートに加えてその下にフィリピン海プレートが沈み込んでいて、沈み込んだプレートが地下50から1 0 0トル程度に位置する茨城県南部は以前より地震が多発している地帯だが、 本震後も誘発地震が多数発生した。3月24日と4月2日の地震は沈み込んだフィリピン海プレートと上磐足の北アメリカプレートとの境界付近で発生しているが4月16日と7月15日の地震はフィリピン海プレートの下にさらに沈み込んでいる太平洋プレートとのプレート境界付近で発生しており震源となる。 プレート境界が異なっている。いずれも震源地としては内陸部であるが、プレート境界で発生する海溝型地震に分類されている。その他の地域では本震における未破壊領域となっている南北に長い日本海溝にある本震の震源域の南端や北端での波及地震の発生が懸念されている。さらに、この他にも同海溝の北隣にある 千島海溝、北アメリカプレート内の他の境界部での波及地震に注意する必要があるという指摘がある。加えて、産業技術総合研究所の石川雄三昌平研究員は、関東南部におけるフィリピン海プレートの境界部でも地震活動が活発化していると指摘している。南関東直下地震の確率が上昇したとの 報道が2011年9月以降にされているほか、調査により、関東地方地下のフィリピン海プレートの深さが、従来の想定よりも浅いところにあることが判明した、ことを受けて2012年3月には、同地震の見直した、震度推定が公表されるなど、関東地方でも、被害地震の発生が懸念されている。東北太平洋沖で早ければ2011年、 4から5月中にも、再び M8 級の巨大地震が発生する、可能性が高いと見る専門家もおり、これが4月に報道されていた。当時京都大学防災研究所准教授の遠田真二は、M8 級の誘発地震が発生した場合、仙台市に10メートルの津波が襲来すると、計算している。文部科学省の地震調査委員会は、三陸沖から、 暴走沖の海溝よりの領域で発生すると予測されていた津波地震の想定マウントを従来の発展に前後から8.6から9.0前後に更新し誘発される可能性があると発表した。また、同じクエム9規模の長巨大地震である2004年のスマトラ島沖地震のように数年かけて周辺で大地震が続発する。 可能性があるという指摘もなされている。スロースリップ現象の誘発千葉県、房総半島沖では、明瞭な振動を伴わないスロースリップが誘発され、従来は平均6年間隔で発生していたが、前回の発生から4年目で発生した。この活動の総放出エネルギー量は、モーメントマグニチュード MW6.5 と推定されている。 本震の滑り量が大きい日本海溝の海溝軸付近では、プレート境界より深いところの海洋プレート内部では、余震が多発しているものの、プレート境界の逆断層型の余震は少ない。原因として、本震時に滑り量が大きかった場所では、歪みが十分に解放された一方、その周囲では、本震や予行変動によって、 歪みが蓄積しているため余震が多発しているのではないかという考えがあるほか、この地域では通常プレート間の固着が非常に強固であることから、本震後すぐに強固な固着が復活してしまった可能性が指摘されている。また、震源域に近い海域での大規模な誘発地震の発生が注目されている。宮城県、福島県遠方沖、 日本海溝東側の海溝外遠流気体にあたる太平洋をプレート上に設置した海底地震系統により4月から2ヶ月間行われた海洋研究開発機構による海洋プレート内地震の調査では深さ約20キロの浅い領域は本震発生以前の正断層型のまま変化はないが約40キロの深い領域では本震発生以前の逆断層型から 正断層型の地震に変化していた。本震の影響により、プレート内部の応力の方向が変化している可能性などが考えられ、これまでと異なり深い部分まで応力の方向が揃ったため、プレート内部の地震が M8 級の巨大地震に及ぶ可能性も指摘されている。日本海溝東側のように沈み込む手前の海洋プレート内で発生する地震は、 アウターライズ地震と呼ばれており、大きな津波が発生しても震源が陸地から遠いため揺れが小さくなるといった津波地震と類似した特徴があるため、避難行動が遅れて被害が拡大する恐れがある。本震40分後の15時25分に発生した M7.5 の余震が該当し、過去には1933年昭和三陸地震も、 このタイプで甚大な津波被害を出した。本震及び余震を含む横変動により大きな地殻変動が発生した。東日本全域が東方向に10センチメートル以上移動するなど、その範囲は広い。東北から関東、甲信越までの東北日本の地殻は、普段より太平洋プレートの沈み込みによる西方向への圧縮力を受けていたが、 東北地方太平洋沖地震とその後の予行変動では逆に東方向への引っ張り力を受けており地震活動の変化が懸念されている。また、陸側の太平洋プレート上の震源域付近では、隆起震源域の西側では沈降が発生したため、東北から関東にかけての太平洋岸ではのきなみ地盤沈下が起きて二次被害をもたらしている。 震源に近いところではさらに大きな地殻変動が起きていて、研究によっては震源に近い海底で東に推定50メートル以上という世界の地震観測史上類を見ない急激な移動が生じた。本地震による津波が陸地を遡ったことに加えて、広範囲で地盤沈下が発生したことで、東北地方太平洋側の海岸が一部沈没した。 津波によるものと地盤沈下によるものを合わせた浸水面積は青森県から千葉県までで合計561平方キロメートルに達した。海岸線の一部沈没により一部自治体の面積が減少し将来的に地図の書き換えが必要になると考えられるが国土地理院は被災地に配慮し地図の書き換えは当面行わないとした。 自然災害による面積の変更は例がないという。国土地理院は平成23年4月5日から10日にかけて3県13、市町28箇所の水準点、三角点や電子基準点の標高を計測し、以下の通り地盤沈下の変動量を発表した。地震後は予行変動が継続し、ジオネットによる観測結果から、 地震時に沈降した茨城県沿岸から宮城県沿岸にかけては地震2年後の調査時点で予行変動により流気に展示部分的に回復したが三陸海岸北部では依然沈降が続いていることが判明した。またこの予行変動は本市により深部のプレート境界滑りによるものと考えられるがその回復的流気は小さい。 東北地方太平洋岸は10万年スケールの地質学的なデータでは年間約0.5ミ、mm、リメートル流気していると推定されるのに対し100年スケールの測地学的な観測データは人口を示しておりさらに今回の超巨大地震で大きく沈降し予行変動でも相殺できるとは考えにくく矛盾があるとされた地震から約4年後の2015年2月の GPS による観測結果では地震直後に比べて地盤がかなり隆起した。沈降分をかさ上げして復興したため漁業者は高すぎる岸壁に困っている。この地震によって地球の時点がわずかに早まり1日の長さが 1.8S 短縮された。この地震の本震発生時から収束後数分間、副振動とみられる。 閉鎖性水域の水面のゆっくりとした大きな変動が観測された。日本では少なくとも2箇所、聖湖で1の2分周期、1メートル程度の水位変化が観測されたほか、阿の湖でもゆっくりとした1メートル程度の水位変化が観測された。長周期地震動と地殻変動が原因と推定されている。また、 ソグネフィオレドの中域に位置するノルウェーのライカンゲルでも観測されているほか、カナダのニューファンドランド島では、井戸の水位変動が観測された。東北地方、関東地方、中部地方、伊豆諸島を中心に、日本各地の火山において地震後火山性地震の活発化が観測されたが、噴火の前兆とされるような活動は見られず次第に浸静化した。しかし、 871年鳥海山噴火や1707年富士山噴火、1991年ピナトゥボ山噴火、2006年村ピサン噴火などの例から噴火が誘発される可能性は否定できないとする報告がある。液状化現象の発生地点、清水建設のまとめによる。この地震により、東日本の広範囲で地盤の液状化現象が観測された。 東京湾岸の東京都江東区新木場、江戸川区清新町、港区、中央区、大田区、神奈川県横浜市金沢区、川崎市、千葉県浦安市、千葉市のほか、河川周辺の造成地でも茨城県ひたちなか市、上栖市、板子市、稲敷市、埼玉県久喜市、南栗橋、宮城県大崎市などで被害が発生した。この地震による関東地方の揺れは、 加速度自体はそれほど大きくないものの、規模に比例する形で長周期地震動が大きく、それが長時間続いたこと、大きな余震が多発したことによって、液状化の被害が拡大したとの見方がある。各地の総面積は少なくとも42平方キロメートルに上り、直前に起こったカンタベリー地震の34平方キロメートルを上回る最悪の被害面積となった。 津波警報仙台湾周辺の海岸線の変化浸水後浸水前国土地理院の調査に基づく仙台市、名取市付近の津波浸水範囲。仙台平野の広範囲で海岸から4から6キロメートル内陸まで浸水した。この地震で気象庁は気象庁マグニチュード7.9という推定に基づき、まだ揺れの続いている中の14時49分。 岩手県、宮城県、福島県の沿岸に津波警報、その他の全国の太平洋沿岸などに津波警報、津波注意報を発表し、予想される津波の高さについて、宮城県で6メートル、岩手県と福島県で3メートルと発表した。しかし、実際の津波の高さはこれを大きく上回った。通常は、地震発生15分後に算出される。 モーメントマグニチュードがこの地震では算出できず、津波警報の続報に活かせなかった。また15時には、岩手県沖の海底水圧計で5メートルの津波が観測されていたが、津波の予測に水圧計を使うことは、気象庁のマニュアルになかった。その後、水圧計よりも陸側に設置された GPS 波浪計や、 沿岸の県庁所などで高い津波が観測されたため、津波警報、注意報は15時14分、15時30分に、更新、拡大された。岩手県釜石沖の GPS 波浪計では15時12分に6.7メートルを観測し、これはマニュアルによれば、沿岸では10メートル以上の高さになるとされる、値だったが、15時14分の警報更新では10。 メートル以上の予想は、宮城県のみで、岩手県と福島県では6メートルの予想だった。15時30分には、岩手県から千葉県九十九里、外房までの予想高さが10メートル以上になったが、すでにその時間帯には、三陸沿岸に津波が襲来していた。3月12日3時20分までに、太平洋沿岸の北海道から、小笠原諸島、 四国までと青森県日本海沿岸には津波警報が北海道日本海沿岸南部や東京湾内湾、伊勢湾、瀬戸内海の一部、九州、南西諸島などには津波警報が日本海や瀬戸内海の沿岸などには津波注意報が発表され日本の沿岸のすべてで津波警報、津波警報、津波注意報のいずれかが発表されたこととなった仙台市宮城野区 大白区、若林区、青森県太平洋側沿岸をはじめとして、全国各地に避難指示が発令された。気象庁が津波警報、注意報をすべて解除したのは、丸2日以上経過した3月13日17時58分だった。なお、気象庁が津波警報を発表したのは1年ぶりである。津波警報等が発表された。 地域本震発生の翌日の未明の時点で発表されていた津波警報、津波警報、津波注意報は次の通り。この時点で日本におけるすべての沿岸部に津波警報、津波警報、津波注意報のいずれかが発表されていた。観測された津波調査により推定された各地の津波の浸水口、訴状口の井戸方向における分布。 東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ2012年3月1日発表による各地の県庁所、県庁所、県庁上で観測された津波の高さ岩手県、宮城県、福島県、茨城県にかけての太平洋岸と北海道の一部で3メートルを超える大津波が観測されたまた 太平洋岸の広い範囲で1メートル以上の津波が観測されている。三陸における過去の津波の高さとの比較。赤、東北地方太平洋沖地震。黄色、2010年地理地震。緑、1960年地理地震。水色、1933年昭和三陸地震。青、1896年明治三陸地震。 2011年及び2010年の丸印は、蘇状港、三角院は浸水港。地震によって、観測史上最大級の非常に、大規模な津波が発生し、北海道から、千葉県にかけて大津波が押し寄せた。特に、岩手県、宮城県、福島県の三県では、海岸沿いの集落がのきなみ水没したのをはじめ、仙台平野などの平野部では、 海岸線から数キロメートル内陸にわたる広範囲が水没、遡上した津波により、河川沿岸ではかなり内陸まで水没した。陸に押し寄せた高い津波は、各地で防潮堤や堤防を乗り越え、建築物や構造物を破壊し、それらが瓦礫となって車などと一緒に、さらに内陸まで侵入した後、引き波となって瓦礫を海まで引きずり出した後、 後続の波によって、再び内陸へという形で繰り返し沿岸を襲い、甚大な被害を出した。また、震源から見て、日本列島の裏側にあたる日本海側沿岸や、瀬戸内海沿岸、東京湾内でも津波を観測している。航空写真などをもとに、国土地理院が分析したところによると、津波により浸水した範囲は、青森、岩手、宮城、福島、茨城、 千葉の6県62市町村で561平方キロメートルに及んだ。景気観測された津波高津波の第一波は、震源に近い観測所では、地震発生と、ほぼ同時刻に、数十センチメートル程度の海面変動が観測され、陸に近い分岐断層のずれによる津波が早い、段階で到達した可能性も考えられていた。しかし、気象庁は、 後日の精査により、釜石、大船と石巻、相馬の4地点については、津波によるものと海震などによるものとの区別が難しいことから、速報値を取り消し、11日午後2時台として何分かは不明と発表し、今後も第一波到達時刻の特定は難しいとの見解を示した。宮古港では15時1分に124。 センチメートルの引き波を観測し、第一波の到達時刻と特定された。県庁所の測定による津波の高さは、岩手県の宮古で8.5メートル以上、釜石で4.2メートル以上、大船渡で8.0メートル以上、宮城県の石巻市や湯川で8.6メートル以上、福島県の相馬で9.3メートル以上などだった。ただ、 東北地方のこれらの県庁所は津波によって途中から観測データを送信できなくなったためそれ以降については記録が残っていないこのうち相馬の記録のみ引き波の後の最初の押し波がすべて記録されているが気象庁はこの記録についてこれ以降の津波の記録が他の県庁所と同様に計測できておらず後続の波がこれよりも高くなった可能性を考慮して 9.3メートル以上と表現している。このほか青森県の八戸で4.2メートル以上、茨城県の大洗で4.0メートルを記録している。福島県の岩木市小名浜では3.3メートルだった。距離が近い東北地方だけでなく、北海道の太平洋岸で1から3.5メートル程度、千葉九州の太平洋沿岸で1の3メートル程度。 日本海側でも1メートル未満の津波が観測された。沖合に設置された GPS 波浪計は岩手県北部沖福島県沖において15時12分から15時19分の間に最大波を観測し、このうち最大のものは岩手県南部沖の6.7メートルだった。岩手県南部沖では少なくとも7回の津波を観測した。東北大学教授。 今村文彦は、シミュレーションの結果として、津波により、土砂が削り取られて、流速や高さが増加したとしている。例えば、気仙沼市では高さ8メートルが、土砂の高架で16メートルになり、陸前高田市では速さが1.5倍になり、引き波の速さが2倍になった。また、励み木から発せられた、直接波だけでなく、太平洋の対岸にあたる南米で反射した。 長周期の津波を約50時間後に津波高だとして海底水圧計は観測していた。気象庁による各津波予報区内で観測された津波の高さは以下の通り。推定された津波高日本気象協会は岩手県宮古市から福島県相馬市までの沿岸の津波高は約8から9メートルあったと推定した。一方、 陸上の比較的海岸に近い地点での浸水溝は、浸水した痕跡などから、岩手県から宮城県を鹿半島までの三陸海岸で10の15メートル前後、仙台湾岸の高いところで8から9メートル前後としている。陸前高田市、南三陸町、宮古市などでは、建物の4、5階まで浸水した。津波の訴状溝は、 三陸海岸では30メートル以上のところがあった。全国津波合同調査チームの調査によると、津波の素状高は、岩手県大船渡市の料理湾において40.1メートルにまで達したものが最大と見られており、この記録は、明治三陸地震の最大記録38.2メートルを上回り、日本の観測史上最大の素状高となった。また、 東京大学地震研究所准教授の辻、吉信によると、宮城県小長町の笠貝島では素状高が43メートルに達していた可能性がある。他に、 宮古市太郎地区の小堀内漁港近くで37.9メートル、岩手県野田村で37.8メートル、宮城県小名和町で34.7メートル、大船渡市三陸町料理で30.1メートルの素状光が確認されている。福島県の警戒区域内での津波は、東京大学大学院教授、佐藤信次らと福島県の共同で2012年2月に、 初めて調査が行われ、最大で21.1メートルに達していたことが分かった。津波の波形と発生メカニズム、岩手県北部沖から宮城県北部沖の GPS 波浪計では、潮位は最大波の数分前に小さく上昇し、その直後に高く鋭い波形が現れた。また女川町沖の波高計は15時16分にプラス5.77メートルだったが、 15時23分にはマイナス5.05メートルとなり落差約11メートルの引き波となっている。釜石沖に付設された海底ケーブル式水圧計による海面変動の記録でも最初に海面が徐々に2メートル程度上昇した後約11分後にパルス的な3メートル程度の急上昇が見られた。プレート境界の比較的深い部分の 断層破壊によってもたらされたのが、最初の長く緩やかな海面上昇で、それに続く急激な高い津波は、海溝近くでの大規模な断層破壊によるものと考えられている。一方で、この二つの異なる波長の津波は異なる波源から生じたものとする推定があり、海底で二次力計による観測結果から長波長の緩やかな海面上昇は、 宮城県沖の広範囲の断層滑りが原因であるのに対し、丹波町のパルス波は、震源から約 100km 北東の海溝付近が、波源と考えられ、この位置は、明治三陸津波の波源域に近く、何らかの関連が示唆されるとしている。この丹波町の津波は、震源から約 150km 北東の日本海溝付近で発生した。 海底地滑りの可能性があり、これが津波を巨大化させた一因である可能性があるという。また、海洋研究開発機構が海溝軸まで及んだ地震断層と推定していたものは、海溝周辺の地形変形を検討した結果、地滑りの可能性があるとされる。 地滑りのメカニズムプレート同士の摩擦で500度以上の熱が生じ、内部の水が膨張した結果、隙間を押し広げる力が働いて滑りやすくなった。各地で被害を出した津波宮城県小名和町では、鉄筋コンクリート製のビルが基礎部分ごと地面から抜けて横倒しになった。このような例は、世界的にも稀。町はビルを被害資料として保存する方針だったが、 後に解体された。東北大学の今村文彦によると、NHK が仙台市若林区で撮影した津波の映像を分析し、津波の速さは沿岸から1キロメートル内陸の地点では秒速約6メートル時速2 0トル以上であったと明らかにした。名取川では津波が陸地の倍の速さで逆流し、堤防から溢れ出して流れ落ちる過程で、 さらに加速したことで、内陸 6km まで浸水したり、川沿いの集落も被害を受けた。また、今村の話によれば、千葉県朝日市飯岡地区では、エッジファという現象により、17時26分に7.6メートルという津波を観測したという。仙台平野では、名取川、鳴瀬川、阿武熊川、七北、 田川などで数キロメートル以上津波が訴状した。北上川では津波が川口から約50キロメートル上流の地点まで訴状したことが河川水位の記録データから判明した。十勝川においても川口から約13キロメートル上流の地点まで訴状した。関東地方では留川で川口から約40キロメートル上流まで荒川で 川口から約 28km 上流まで、遡上していることが確認された。岩手県の宮古市太郎地区では、地理地震津波から集落を守ったとされる、高さ 10m、総延長 2433m の、傍聴堤を、津波が乗り越え、傍聴堤は 580m にわたって粉砕された。岩手県釜石市では、ギネス世界記録に、 世界最新の防波堤と認定されている全長 2km、深さ 63m の防波堤、釜石港湾港防波堤が平成21年に完成しており、津波によって防波堤自体は全体の7割が倒壊したものの、釜石市街地への浸水を約6分遅らせることができたとの分析結果が報告されている。これに対し道県の不代村では、 高さ15.5メートル、全長155メートルの防潮堤、不大水門により村の海岸地域が守られ、村全体で死者0名、行方不明者1名の人的被害に止まっている。一方、釜石市東二町省白浜での破壊の状態から、防潮堤は向かってくる津波に対しての大破力は有していたが、腰流した引き波を想定した設計が不十分で、 あったため防潮扉が破壊され、後続派に対しては、無防備となったと考えられている。その後の余震によっても、たびたび津波警報や津波注意報が出された。7月と各時57分頃に発生した、三陸沖を震源とする M7.3 最大震度4の余震では、本震以降で初めて津波を観測した。津波による被害気仙沼市の JR 気仙沼線。 最地駅上空から北向きに、川原漁港周辺を、空撮仙台市宮城の区沿岸上空から北向きに、仙台港周辺を、空撮名取市の日和山から北向きに、揺り上げ地区を撮影。数台の重機が、瓦礫の撤去作業をしている。太平洋津波警報センターが、アメリカ合衆国ハワイ州現地時間3月10日21時31分に、 同州に対し津波警報を発令。太平洋津波警報センターは、その他、ロシアやニュージーランド、南米のチリなども含む、約50の太平洋沿岸の国、地域に、津波警報を発令した。日本から太平洋を隔てて、遠く離れた中南米沿岸にも津波が押し寄せる、恐れがあるとして、各国は市民に注意を呼びかけた。沿岸地域や島所部では、 津波を警戒して、避難命令が出された。南極スルツバーガー棚氷付近の海上に、長さ 9.5km 幅 6.5km 厚さ、80m の氷山が漂流していることが、欧州宇宙機関の人工衛星インビジットによる観測で確認され、地震に伴う津波が繰り返し到達し、棚氷の一部を破壊し巨大な氷山を作ったと、 NASA が2011年8月9日明らかにした。メディアを再生する津波によるエネルギー電波の資産津波の太平洋、沿岸各地への到達時間の資産津波によるエネルギー電波のシミュレーション映像津波は太平洋を越え、チリの樽ワの観測所では2メートルの津波を観測した。その津波の反射波が日本に戻ってきて47から48時間後に、 30から60センチメートルの津波が、小名浜、大瀬、串本の各県庁所で観測されたとみられる。本震に対し、気象庁は、石巻大有利観測点で、初期微動を検知した5.4秒後に、緊急地震速報の第一報を発表し、8.6秒後に、緊急地震速報を、宮城県、岩手県の全域、福島県の浜通りと、中通り、 山形県の最上地方と村山地方、秋田県の内陸南部に発表した。震源が海底だったこともありほとんどの地域で主要道が到達する前に緊急地震速報が発表された。実際に震度7を観測した宮城県栗原市では S 波到達まで15秒の猶予があった。しかし、この地震発生の際に発表された緊急地震速報では 予測震度と実測震度が大きく乖離している地点があり、震度5弱以上の強い揺れを観測した青森県、関東、甲信越地方には一般向け緊急地震速報は発表されず、青森、関東、甲信越を放送エリアとする民放のテレビラジオ、番組、該当地域にない携帯電話のエリアメール機能などで注意喚起がされなかった。また、 地震検知5.4秒後に発表された、予報第1報でのマグニチュードは4.3、最大震度1程度以上と過小評価され、一般向けの警報を発表したのは、M7.2 と推定した、地震検知8.6秒後の第4報だった。気象庁気象研究所は原因としてそれぞれ、 最大振幅から推定するマグニチュードの上限に達してしまったこと、震源域の広がりを十分に考慮できなかったこと、地震の最初の振幅が過去の経験則と比較して小さかったことを挙げている。なお速報の第14報において、茨城県北部でも震度5弱以上が予想されたが、警報の更新条件である60秒以内に満たなかったため発表されなかった。 また本震後に緊急地震速報が課題に予測されたり、強い地震でも発表されないなど、適切に発表できなくなる問題が発生した。気象庁は原因として、異なる場所で、ほぼ同時に発生した複数の地震を一つの地震として処理してしまうため、また停電や通信回線の途絶によりデータ処理に使用できる地震計の数が減少したためとしている。 この問題に対し、気象庁は、ほぼ同時に起きた地震のうち緊急地震速報の発表対象としていない小規模の地震を計算の対象から外すことにより、二つの地震を誤って結びつける頻度を減らすシステム改修を行った。避難ゾーニングの再配置、東日本大震災と命名された本地震による日本国内の被害は、 地震そのものによる被害に加えて、津波、火災、液状化現象、福島第一原子力発電所事故、大規模停電など多岐にわたり、一都9県が災害救助法の適用を受けた。警察庁発表による死者及び、届け出があった行方不明者の数は合わせて18,434人で、津波被害を受けた東北地方の太平洋沿岸を中心に、 関東地方や北海道でも死傷者が出る事態となっている。この死者、行方不明者数は、明治以降の日本国内における地震被害としては、関東大震災の約10万5000人、明治三陸地震の2万1959人に次ぐもので、阪神、淡路大震災の6437人を大きく上回り、太平洋戦争後最悪の自然災害となった。 津波と原発事故の影響を連続して受けた福島県浜通りなどを中心に複合災害の状況を停止、避難区域においては救助、捜索活動が中止される事態も発生した。東日本大震災被災地で活動する川口市消防局救助部隊自衛隊によって設営された臨時浴場津波警報の発表があった沿岸地域では消防、 消防団、警察、自主防災組織、自治体担当者などによる避難誘導が行われたが、中には津波により負傷、殉職した者もいた。発生当日より、国内各地から消防の緊急消防援助隊、警察の広域緊急援助隊が派遣され、被災地の救助、捜索、警備などに当たった。最大約6100人、総数、 約2万8600人の消防隊員が派遣された。また最大約4900人6月末時点で4000人以上の警察官が派遣されたほか、海上保安庁も救助、捜索、公安復旧などを行った。また自衛隊も最大で10万7000人、7月21日時点でも2万3000人規模で救助、捜索、避難所支援や、 復興支援活動を行い、7月下旬に岩手県、宮城県、12月下旬に福島県での活動を終えた。国内の多数の企業、団体も、震災後に物資提供や、金銭などの支援を表明している。また通信、報道企業が災害用伝言板、安否情報提供の運用や、情報インフラ支援などを行ったのをはじめ、震災の影響に応じた。 様々な支援やサービスを提供しているところがある。地震直後より国際連合をはじめとした国際機関、アメリカ合衆国やロシア連邦をはじめとした世界各国が日本に対して支援の用意があると表明、様々な対応や支援を行っている。特にアメリカは洋上基地として原子力空母ロナルド・レーガンを派遣するなどの友達作戦を展開した。 諸外国政府による公式な対応、支援以外にも、日本国内外を問わず様々な組織、団体、または、有志が、この地震に対しての支援を表明、実行している。この地震に対する救援、支援の輪が広がったことから、日本漢字能力検定協会が、公募選定する2011年の、今年の漢字には、絆が選ばれ、その理由の筆頭に、 東日本大震災が挙げられた。復興方針の骨格を決める東日本大震災、復興基本法を、国の復興業務を一本化した復興庁を軸として政府の復興事業は進められている。しかし、当初より原発事故や計画停電に関する件を中心として政府や東京電力などに対して対応が遅いなどの批判が相次いだ。 津波被災地の多くで仮設住宅の建設や基幹産業である水産業の中枢である港湾の復旧が重点的に進められているほか国の予算配分や融資による義援金の配分に基づいて復興計画が進められているこの地震では政府が東北地方沖で従来想定していたものとはかけ離れた規模の地震が発生した そのため政府の地震調査委員会は、東海地震、東南海地震、南海地震などの海溝型地震の長期評価の見直しを行った。2011年11月に、三陸沖から房総沖までの長期評価を見直したものを発表し、今回のような地震が平均600年間隔で発生していると認定した。また、三陸沖から 暴走沖までの海溝よりで津波マグニチュード8.6から9.0の津波地震が30年以内に発生する確率が約30%あるとした。国の中央防災会議の専門調査会はこの地震を教訓とした津波対策について検討した。その上でこれまでは過去の文献などから確実に地震の全体像が分かった。 切迫性のある地震だけを考慮して想定を行ってきたが、これからは角度の低いものでも考えうる最大のものを想定することを求めた。また、この地震による津波が防潮堤を越えて甚大な被害をもたらしたことから津波のレベルとして住民の避難を柱にした総合的な対策を取るべき最大規模の津波と防潮堤などで浸水を防げる。 比較的頻度の高い津波の二つを想定する必要があるとした。この地震では最初に発表された津波警報の予想高さが実際より低く避難の遅れにつながった面があった。これは地震発生直後に算出できる気象庁マグニチュードがモーメントマグニチュード8を超える巨大地震では過小評価となってしまうからである。そのため気象庁は 津波警報の改善を検討し、マグニチュード8を超える可能性がある場合には、その海域で想定される最大マグニチュードに基づいて、津波警報の第一報を出す方針を決めた。津波警報の発表には、通常の場合、3分程度で算出できる気象庁マグニチュードを元にする。しかし、強い揺れの範囲が明らかに広い場合や、 津波地震であると推定できる場合など、気象庁マグニチュードが過小評価である、可能性がある場合には、事前に想定された最大のマグニチュードか、あるいは観測から得られる、別の適正なマグニチュードを用いて、第一報を発表する。このような場合には、規模の推定が困難で、また最大限の危機感を伝えるため、第一報では、予想高さを発表せず、巨大などの表現とする。 そして時間の経過とともに精度の高い津波警報に切り替えていく。また、東北地方太平洋沖地震では第一波として0.2メートルのような低いものが発表されて油断を招いたため、後続のさらに高い津波が来る前は観測中と発表する。新しい津波警報は2013年3月7日から運用が始まった。情報開示。 広報また、原発事故に関連する、事故状況や、拡散予測の開示、計画停電の発表などに関して、政府や東京電力などが公表が遅い、公表をすべきとの批判を浴びるような例が多数見られた。これに対して、インシデントコマンドポストと呼ばれる専門の情報官が、指示や広報を担うアメリカのシステムを参考にし、クライシスコミュニケーションの観点から、 災害時の情報提供、広報活動を見直すべきとする指揮者もいる。災害時のメディア地震発生後の停電地域や津波の被災地を中心に情報不足が発生した。従来の報道機関は特別の体制をとって震災に関する報道を行った。他方、従来見られなかったようなソーシャルメディアを介した簡易性、双方向を特徴とする情報発信。 入手が広く用いられた。その一方で、サイバー犯罪が行われたり、デマ情報、チェーンメールが誤った情報を流布させるといった、問題も発生した。福島第一原子力発電所事故関係でも、風評被害、健康への影響や各種基準をめぐる情報の錯綜被爆に関する楽観論と危険論双方の主張の対立、日本の原子力政策をめぐる議論など、 様々な方面に波紋を呼んでいる。災害情報、ライフライン、伝言、復興支援、ボランティア、法律問題等へのリンクは、東日本大震災に対する支援活動の各項目を参照。ありがとうございます。